上野正像は、日本の政治家、元地方公務員。北海道北広島市長。北海道恵庭市出身。1970年、北海学園大学経済学部卒業後、北海道広島町役場入庁。北広島市都市計画部参事、同建設部長や、同総務部長等を歴任。2004年同条役就任。同年に、 北広島市役所を退職2005年度を市長選挙に出馬し他の新人候補者2人を抑えて初当選。以後、無投票による連続当選を経て16年ぶりとなる2021年の選挙戦にて5回目の当選を果たす。この他、北広島歩くスキー協会理事、北海道少子、学園高等学校 p t a 会長なども務めた。 自然と創造の調和した豊かな都市をちづくりの理念として掲げ、市内にある特別天然記念物、のっぽろげん市林をはじめとする豊かな自然や国道、道道、高速道路、JR 千歳線などの交通網等を活かして様々な都市活動、経済活動、市民活動が安全かつ機能的に行われるよう、充実した都市整備を進めるとともに、 人々が集い交流する拠点や個性ある地域市街地の整備などに重点を置いている。野球との関わりが深く、旧広島町役場の野球部にて、選手、監督を務めた。北広島市南式野球連盟理事長、北海道地区大学、巡航式野球連盟顧問なども経験。北海道日本ハムファイターズの本拠地球上誘致を実現させた。ありがとうございます。